どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京ぐるりインボーク新しいガシャがやっと、来たので、いや早速引いていきたいと思います。ヨモですね。これあれかな、潜入の時のヨモだと思うんですが、連続だと確率が2倍だっけ、なんかそんなん書いてたよな。確率2倍、5回ごとに1枠 SSR 確定。でもピックアップは確定じゃないのかな。いつもなんかピックアップ確定になってたよね、単発が回せない鍵、代わりに。まあ、あの制度はちょっとクソだったからな。まあいいんじゃないでしょうか。じゃあ、いや10連すぐ終わっちゃうけど、10連でいきますかね。はい、10連でいきましょう。確率2倍だし、4枚ぐらい出てくれるんじゃないでしょうか。んどせー。まあそう甘くはないよね。あれ今二次演出だったっけ。もう最近さガシャ引いてないせいでさ、全然 SSR の演出わかんねえんだが。1枚しかもラストか、グールだったからさ。これさてはヨモさん来るんじゃないのね。もうここまで来たらさ、ピックアップ引くしかないでしょ、当たり前だよな。パンツ見えたかパンツ見えたか。はい、いやピックアップ引いちゃったんだがめっちゃ静かに迎えちゃったけど。というわけで、ピックアップの熟練の回し蹴りヨモレンジ引くことができました。性能見てないな、そういや。はい、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。